前髪パッカーンだ。今日は新大久保に来ました。韓国料理がたくさんあるので韓国料理を食べに行きます。レッツゴー。今もう1時過ぎとかだからお腹がちょっと空いてきましたね。朝ごはんすごい遅く食べたからそこまでなんかお腹空いたって感じではない。すごいな、なんかインスタに出てくるようなものがいっぱいだ。シュッ3階に行きます。女コリアンレストランです。すごい超ネオンじゃん。奥にしようじゃん。今日はこのモアモア海鮮セットにしたいと思います。帰る。ごめん、回して。え、回して。フード伸びる。こうやっていいね。はい、ありがとう。いいよ別に。イエーイ。 OK、 届きました。海鮮セット。チャルモッケスミだ。海鮮がいっぱい。いただきます。わあ、すごい飛びっこ。ハート。え、これぐちゃぐちゃしていいの？こうやって。あー、たくあんだ。あ、ちょっと難しい。エビ。マジチョヨ。カニ。カンジャンケジャン。これカンジャンケジャン。カンジャンケジャン。わかるわかる。なんかね、こういうと本当っぽい顔してる。そういう顔してるかも。ごちそうさまでした。韓国語わかんない。ご飯食べてきました。なんかピリ辛だけど程よい感じでめっちゃ好きでした。暑いな今日。ですね。やめてください。日焼けしたくない。持ってこない日傘。今日は荷物になるかなと思った。でももうお腹空いてないっしょ。まだいけるわ。本当？デザート行っちゃう？サムギョプサル？サムギョプサルはもう入んないな。デザート食べようよ。あ、なんかここ来たことあるな。うん、どこかわかんないけどさ。住宅街入っちゃってるけど大丈夫これ？全然違うね。西大久保だってよ、ここ。あっち側の道がやっぱ。オッケー。じゃあちょっとしばらく歩きます。なんかテントのドンキがある。テントのドンキに来ました。ではないな。テントのドンキを発見した。これさ、韓国人の人見たらさ、ちゃんとなんかうわ変な名前だなとかわかんのかな。このお店の看板とかさ、日本なんか海外のさ、日本のさお店ってなんか変な名前だなみたいなあるじゃん。もんじゃ、あ、思うんじゃない。新大久保っぽい。謎の韓国語がいっぱい書いてありますね、至る所に。新大久保系だ。それキーツだっけこれ。ごめんなさい、ごめん。いつも恥ずかしいって言ってくるじゃん、一緒にいると。歌舞伎町ダメだよ。行かないよ。行かないよ。だってまだスイーツ食べてないよ。そうだ。え、これ何、急に歌舞伎町突入編しちゃう？
あっち行ったら歌舞伎町になっちゃう。本当？本当に。歌舞伎町行ったことないんだけど。後で行こうよ。OK、じゃあ後で歌舞伎町行きます。あーすごい、なんかお腹空いちゃうな。そういや、甘いの食べたい。甘いの、甘いの食べようよ。探しに行こう。OK、今ちょっと端っこに寄って行きたい場所を探したら、なんだっけ、オレオケーキ急に踊り始めた。ハトーム今の真似。でもなんかさ、お店こっちもやっぱ変わってんのかな、いろいろ年を重ねて、年を重ねて路地に入ります。あ、これじゃあ行きましょう。このカフェに行きたいと思います。ケーキ、クリームが美味しい。やっぱオレオって美味しいよね。美味しいですか。うん、うんうん、マシっそよ。ごちそうさまでした。いや、さすがにもう食べ歩きはいいよ。いや、お腹いっぱい。え、歌舞伎町じゃなくてあれにしようよ。だからあの新宿御苑。めちゃくちゃうまい。うん、何でいいかな、新宿御苑。ちょっと調べよう。営業時間外だけど。え、うそ。今日やってない日とかあんの。新宿御苑行きたかったのに月曜日休みでした。残念。じゃあ歌舞伎町を散歩してみるオッケー。多感城って何。トッポギみたいなやつとヤンニョムチ。お腹いっぱいだよ。食べないよ、もうお腹いっぱい。私一人で食べようか。えいよ、それだったら。OK、じゃあなんかタッカンジョン食べるらしいんで一回ちょっとストップします。タッカンジョン屋さん、タッカンジョンタッカンジョン、おいしそう。いただきます。なんだっけ、タッカンジョン。タッカンジョン、てかヤンニョも食べていいの。いいよ、いただきます。これがタッカンジョン。タッカンジョン、うん、うん、カンジョン、ごちそうさまでした。じゃあちょっとお散歩しましょうか、うん、この道さっきも通ったよね。通った。じゃああっちから行く。じゃああっちから行こう。なんか曇ってきちゃったね、天気が良くない。うん、前髪パッカーンだ。ちょっと歌舞伎町行ってみようかなと思ってたんですけど、行きたいお店が他にもまだあったので、やっぱりそれお散歩行くのやめて、ちょっと行きたいお店に、甘いとこに行きたいと思います。クッキーいっぱいある。クッキーとかわいいやつ。これめっちゃコーヒーの味するけど全然苦くない。慣れました、コーヒーに。イエーイ。コーヒーを飲みました。ちょっともうお腹もいっぱいになって、結構夕方なのでそろそろ帰りたいなと思います。今日もいっぱい食べてハッピーでした。新宿御苑はまたリベンジしたいと思います。絶対行きます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。